アーロン・ライアン・ドーワンドは、アメリカ合衆国オレゴン州、ポートランド出身の元プロ野球選手。外野手、右投右打ち。いとこのジェームズ・シールズも野球選手。1995年にカリフォルニア州のグレンドーラ高校を卒業。ドラフトでニューヨークメッツから40巡目指名を受けるが、入団せずにカリフォルニア州立大学、フラトン校へ進学する。1998年、打率 372.16 本塁打、72打点、15盗塁という成績を残したローワンドはビッグウェストカンファレンスのファーストチームに選ばれる。1998年の MLB ドラフトでシカゴホワイトソックスから1巡目指名されたローワンドはプロ入りする。2001年にメジャーデビューを果たし、この年は打率293を記録。2002年は当初は守備固めでの出場が多かったが、7月末から8月、初頭から中堅手として先発するようになった。しかしこの年の11月にローワンドはオートバイ事故を起こし、左肩甲骨や左右のあばら骨を折る怪我を負う。手術を経て回復した。2003年は最初の23試合で打率133と低迷しマイナーに降格される。6月10日にメジャーへ復帰したが、出場は主に守備固めでのものだった。2004年は再び中堅のレギュラーになる。5月中頃には打率が212まで落ち込んだが、その後復調し、シーズン通算で打率 310.24 本塁打、69打点、17盗塁と自己最高を記録。長打率544はリーグ7位だった。2005年は自己最高の157試合に出場し成績が軒並みダウンしたが、ホワイトソックスは88年ぶりにワールドシリーズで優勝した。2005年11月にジム・トーミラーとのトレードでローワンドはフィラデルフィア・フィリーズに移籍した。ローワンドにとってこのトレードは衝撃だったらしく、ショックで何も考えられない。ドラフトからデビューまでシカゴ一筋だったから、ビジネスと分かっていても、僕の心はシカゴのままだ。本当にショックだと語っている。移籍初年度の2006年は、5月11日のメッツ戦で打球をダイビングキャッチした際に、フェンスに顔から激突し、鼻の骨を折る怪我を負った。5月27日に復帰したが、今度は8月21日のカブス戦で二塁手のチェイス・アトリーと衝突し、左のかかとを骨折、そのままシーズンを終えた。2007年は打率 309.27 本塁打、89打点と自己最高の成績を残し、また守備でも自身初のゴールドグラブ賞を受賞している。シーズン終了後にローワンドは FA となった。当初は古巣ホワイトソックスへの復帰が有力視されていたが、ホワイトソックスが FA 外野手の中では、ローワンドよりもトリーハンターに強い関心を抱いていたことや、ホワイトソックスが4年を超える複数年契約を渋ったのに対して、ローワンド側が5年以上の長期契約を求めていたことなどから交渉は難航。結局ホワイトソックスとの交渉は決裂となった。2007年12月12日に5年6000万ドルで、サンフランシスコジャイアンツと契約を結んだ。2008年は6月2日時点で打率342と好調だったが、その後は調子を落とし、後半戦は打率242、5本塁打、オプス665を喫した。2009年は前半戦は打率288、9本塁打、オプス806の成績を残し、7月10日のサンディエゴパドレス戦では9回1死に大飛球を候補してジョナサン・サンチェスのノーヒットノーランをアシストした。後半戦は腰の故障の影響もあり、打率218、6本塁打、オプス629に終わる。2010年は開幕直後に頭部への支給を受け頬を骨折。先発出場は76試合に終わった。2011年は8月まで108試合の出場で、打率 233.4 本塁打、オプス621を喫し、9月8日に解雇された。12月12日にマイアミマーリンズとマイナー契約を結んだ。しかし、3月29日に解雇された。ありがとうございます。